ウーベンディーン。というわけで本日はこちら北参道駅から徒歩5分ぐらい千駄ヶ谷さんにやってまいりました。いやー、こちらのお店台湾混ぜそばをメインとしたいろいろこうお酒などもいただけるバー的なお店ということなんですけれども、いやー、混ぜそば好きの私としてはなかなか見逃せないお店ということで、果たしてどんな混ぜそばいただけるんでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切ってガーディシン。はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、千駄ヶ谷と言われてピンとくる人ってね、なかなかいないかと思うんですけれども、まあ言ったらですね、原宿表参道と代々木の間の、ちょっとした住宅街みたいなおしゃれスポットみたいな、そういったところでしょうかね。とにかくですね、周りはカフェとか多かったりしたんですけれども、果たしてどんな混ぜそばいただけるんでしょうか。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の竹永でいい。はい、というわけでこちらが混ぜそば赤の大盛りにミンチ、海苔、マシ、味玉トッピングです。おしゃれなお店なんで、盛りがねどうなのかなってちょっと心配だったんですけど、このボリュームですよ。で、この丼が到着した瞬間に台湾ミンチのいい香りがするんですね。それでは早速いただきます。はい、まずこちらの麺、ちょっとだけ縮れた中太の麺ですね。まだ混ぜてないっていうのもあるんですけども、シンプルな麺の味とピリ辛な台湾混ぜそば独特のタレ、このコラボレーションも楽しめますね。はい、それではこちらお待ちかねの卵黄を崩していきたいと思います。いや、これたまんないですね。黄色いうまさの絨毯、レッドカーペットが敷かれるみたいな、イエローカーペットみたいな、そんな感じになってます。マヨネーズもかけ放題だっていうんですかね、これありがたいですね。それではこちら一思いにね、混ぜてやろうと思いますよ。いや、これですよね。ちょっと見た目は下品なんですけど、これがたまんないですね。台湾混ぜそば独特のピリ辛のタレだけど、マヨネーズを加えることによってマイルドになってどんどん食べれちゃいますね。はい、それではこちら味玉いただきたいと思います。結構固めに茹でてある味玉なんですけど、柑橘系の雰囲気もあったりして奥深い味がしますね。ちょうどね、味玉が乗ってたエリアっていうのはね、魚粉がかかってるところに乗せてあったっていうことでね、魚だしの効いた味になって本当に美味しゃす決まりましたね。これ本当に美味しゃすですよ。はい、というわけで普通のライスも頼んだんですけれども、こちらね、追い飯も頼んで最後ぐちゃぐちゃにこう混ぜていただきたいと思います。
会は混ぜそばの旨辛だろうすって、ご飯が輝いてますね。このジャンクな感じ、これたまんないですね。ご飯の優しい甘さと台湾ミンチのピリ辛な濃い味付けがよく合いますね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやマジでうまかったですね。おしゃれとボリュームって両立することあんのかっつってちょっと疑ってましたけれども、いや大満足でしたね。でなんといってもね、マヨネーズだとかニンニクだとか卓上調味料が充実してるっていうのもね、とっても好印象でした。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカードを出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら千駄ヶ谷さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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 、那覇那覇那覇。